メアリとシャルの今夜は夜更かし。コンシャルです。島村シャルロットです。おかえりなさい。こんばんは。サイヨンジメアリです。サイヨンジメアリと島村シャルロットがお送りします。メアリとシャルの今夜は夜更かし。今回第3回目となります。今回のラジオテーマは 子供の頃の夢でお送りします。よろしくお願いします。はい、お願いします。意外だよね、<laughs> このテーマ。そう。このテーマ来るとは思ってなかった。うん、えぇ、ー。以上。今日はシャルの持ち込みテーマだね。<laughs> うん。そうですね。ミアリちゃんは、子供の頃の夢は何だったの <laughs> 私は、私がなりたかった夢は、うん、あのね、うん。うん ミュージカルの演者さん人間界で言えば、劇団四季だったり、うん、宝塚歌劇団だったり、<う>あとはまた、<う>ミュージカルとは違うかもしれないけど、ディズニーランドのダンスのする人とかああいう、私なんか、なんだろう、表現するようなことがすごい好きだから、うん、多分、<laughs> そこで憧れを持ってなりたかった。だけどさ、歌が得意じゃなかったの、うん、もう小さい頃から。そんなに好きじゃなかったから、うん、歌じゃなくて、お芝居とかダンスとか踊る方がやりたかった。それが夢かな。夢だった。<laughs> え、すごいね。それ小さい頃からのずっと夢 <laughs> うーん、まあ、小さい頃、そうだなぁ。 うん、でも、うん、だんだんちょっと現実を見始めてって感じで。なるほどね。本気で目指してはったわけじゃないけど、まあ、うんうん、憧れいいなーっていうくらいの、夢かな、うん、私にとっては。いいねえ。ずっと長いこと続いてた。うん、いや、でも、ずっと思ってはいたかな。 うん、<ー>思ってはいたけど、いざ、うん、ね <laughs> いざ、こう、どうするかっていう道に立った時には、うん、いや、やっぱちょっと現実見ようかな、みたいな感じで、ね。ああ<ー>、<laughs> なるほどねそうそう。また違うことを考えてたかな。うん、お<ー>ねなんか、すごいワクワクしないあの、ミュージカル見たことある <laughs> <ー> <laughs> ミュージカルっていうか、ね、舞台とかの方が多い。そうそう。まあ、その、ディズニーランドとかでも、すごい、ショーとか見るの好きだったし、うん、あと、そうやって、うん、あのー、ミュージカル、劇団四季見た時が、一番すごい、はっと思って、人間界では。うん。そう。それで、私はもう、 好き好きになったな。憧れがすごかったな。あわ。<laughs> えー、すごいな。いや、なんか恥ずかしいよね。ちょっと子供の頃の夢とか、<laughs> こんなこと話すことないからね。<laughs> でも、子供の頃から。すごいね。うん、大きい夢だね。あー、どうだろう。でも。 私結構夢いっぱいあったよ。なんか、コロコロ変わってたよ。お花屋さんになりたいなとか。<laughs> ああ、似合いそう,う。なんか、んか選ぶのとか上手そう。選ぶの、どうだろうなん。結構適当な人よ。<laughs> あ <laughs> そうだよ。<ー>ん <laughs> あれはええーうん。シャルの夢は<ん>シャル、シャルも結構小さい頃はコロコロ変わってて。お うん、あの、ケーキ屋さんとか、パン屋さん、えーうん、が好きで、うん、なんかあの、あ<ー>トングで取って袋に入れるのがやってみたくて。うん、ああ。わ <laughs> <laughs> かるわ。<laughs> うん、なんかあれに憧れてて、うん、お母さん、シャルママと買い物とか行くときとかでも、 パン屋さん行くと、もし春がするみたいな。ああ。で、あれがすごい楽しかった。私もそうだった。お店入ったら必ずあれ撮るのよね。わかるわかる。あれ楽しいよね、結構。あれね。いいよね。で、なんか、ちょっと大きくなってからは、うん。なんか、レジ打ちがすごく好きで、うん。あの、ピッてするのが好き。ああ。 あの瞬間ね。そう。だから、セリフレジとか、人間界でいうセリフレジ。あったね。うんうんうん。は、すごく、うん。あれね、ちょっとテンション上がるよね。そうそうそう。おままごととかでもさ、ピッてしてするの好きなの。はいへそう。パン屋さんはね、私、あの、魔界にいるとき、アルバイトしたことあるわよ。 <laughs> あ、そうなんだ。いいなーそ,うそ,うそうそう。ねパン屋さん。でもね、あのー、うん、あの、なんだろう、理想と現実というか、実際さ、うん、あそこで働いてみると、うん、結構ね、うん、あのー、匂いがつくの。なんとも言えない匂い。いい匂いじゃなくて、<laughs> あのね、小麦粉の匂いがつくの。<laughs> そうなのだからね、いつもね、お仕事終わった後に髪の毛 匂ってみると、え、うん、臭いと思ってさ。<laughs> え、でもパンの匂いでしょ、うん、いや、なんだろう、なんか釜とか、いろんななんか、んあ、なんだろう、揚げ物とか、いろんな匂いが多分混ざってる匂いかな。うんうん、いい匂いとは思わなかった。<あ>なんかね。あ、そうなんだ。粉っぽい。粉っぽかったよ。うん。 そうなの、ね。やっぱ違うんだね。うん、理想とは。理想と現実ってあるよね。でもね、うん、パン屋はね、私、うん、もし人間になるなら、今でも、うん、あのー、パン屋で働きたいとは思うわ。うん、あ、そうなんだ。うん。まあ、<laughs> さっきは子供の頃の夢、ミュージカルの人になりたいみたいなこと言ってたけど、<laughs> うんうん、まあ、現実を見ると <laughs>。 パン屋かな <laughs> お花屋さんかなああ、そうなんだ。うん。現実を見るとか。いや、シャルの夢はでも現実的な方じゃないだってさ。本当もっと、うん、だって、もっと幼い頃うん。アニメだったら、プリキュアになりたいとか。<laughs> ああ、あるね。間そういう頃あった、うん、なんだろう。 アイドルになりたいとか。ああ、え私はなんだろう。ねそういう、プリキュアになりたいみたいな時期はあったわよ、でも。プリキュアではないけどね。そう。うーん。猿あれだな。人間界によく似たさ。うん。ポケモンああ、ね。人間界と似てるけど、ポケモンみたいなのがあって。うん。 それで、なんか、肩にぬいぐるみ乗せて、とか。えぇ、そうだよ。シャルも結構妄想好きなんだったよね。うん、そうそうそう、<ー>大好き。私も結構妄想、なんだろう、するタイプだったから、アニメとか見た後、うん。なんだろう、自分も魔法が使えるんじゃないか、みたいな。<laughs> ね、うん。ね、うん、なんだろう、部屋でな、 部屋でなくし物したとき、うん、魔法を使う,うん、うん、妄想しない <laughs> あるあるある。なんかね、<laughs> うん、すぐ見つかったりとか、こうなれみたいな。そうなのよ。うん。チチンプイプイのプイみたいな感じで、出てくる妄想かとかしちゃう。うん、よくしてたのが、あの、うん、信号の点滅してさ、うん。青になる瞬間ってあるじゃん。うん。あれって、他のが赤になって3秒経ったら青になるのね。うん それを、なんか魔法のように、なんか、青に変えますって言って、<laughs> 3、2、1、<laughs> 1> ドンみたいな感じで遊んでた。はぁね。あるね。る<や>あやった、あった、確かに。あるよね。ある、うん、ある、ある。そういうの、わかるわ。わ <laughs> かる。<laughs> うーん。 そう、だからいろんな、そうしてましたね、うん。うん。子供の頃はやっぱりね、うん。それくらいがいいというかさ、夢はいっぱい持つ方が楽しいよね。うんうん、<laughs> 多分。そうだよね。<laughs> うん。<laughs> 確かに、子供の頃に持っておくといいね。うん、でも、その子供の頃から、お医者さんになりたいとかいう子がいて、うん で、あうん、実際になったお友達がいるのね。すごい。そういう子は本当にかっこいいなとは思った。うん、なんか自分が<ー>すごいチャランポランに見えたけどね。<laughs> その頃は。<laughs> まあ、でも続いてる人はすごい滅多にいないからすごいよね。うん、夢を叶えられる人って本当一握りというかね。うんう うん確かに、まあ。そんなもんよ、でも。でも夢があった方がね、<laughs> 多分人生楽しい気がするわよね。うん、まあ、辛いこともあるだろうけど。ああ、確かに。あれだね、よかったら、これ聞いてるリスナーさんたちの小さい頃とか、きたいね。うん、<ー>よかったらコメント欄とかにあったらった、面白い。 夢とかありそうだよね <laughs> だよよねね <laughs>、うん、こんな夢あったのみたいな感じもありそうだよね、うん、そう私たちは悪魔だし、うん、女,女だしんだろう割とかわいい夢とかだけど男の子の夢ってまた違うと思うからあそうだよね、うん、パトラとか変なこと言いそうだねでも <laughs> <laughs> いや、ミコちゃんか。ミコとかね。予想なつかないなぁ。そう。エリはまだ私たち寄りだと信じてる。エリちゃんこそなんか歌が小さい頃から好きっていう感じなが。うん。そうだね。ああ、面白そう。ねえ。みんなの夢も今度聞こう。そうだね。ねえ。 サイヨンジメアリと、島村シャルゴ、あうえ。噛んだ。<laughs> 噛んだ。ここ使おうかな。<laughs> やめて。ダメだよ。自分の名前間違えちゃダメだよ。ピーポー来たから、ちょっと <laughs>、ここ絶対に。あ、キョキョって。あらわらしい外が。では、言いますね。はい。サイヨンジメアリと、島村シャルロットがお送りしました。 メアリとシャルの今夜は夜更かし、そろそろ終わりとなります。はい。今日はどうでした楽しかったです。<laughs> 懐かしい話だったね、<も>今回は。懐かしい話よ。もう、何千年前よそ、ね。そうだね、確かに。ね、<laughs> ま、次は、メアリちゃんが司会としてやるので、シャルは楽しみに待ってます。 次は楽しみ。になるか。<laughs> ワクワク。<laughs> うん。では、それでは皆さん、この辺で。はい、次回のラジオもお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。